ございました。国際女性デーっていう題材で皆さんが生き方を振り返るきっかけだったりとか、来てくれる人に限らず出店者さん、好きなものをいろんな毎日を乗り越えて好きだって言い続けて、それで今日ここにいるっていう、それで今日ここにいてよかったなって、こう皆さんに思ってもらいたいなと思って、出店者さんが楽しんでもらえるようなイベントっていうのを勝手ながらメインで考えてました。あれですね、なんか終わりだと寂しくなっちゃいますね。あっという間に終わっちゃったなと思っていて、きっとね、これからもみんなでこぼこでお互い迷惑かけたりとか、かけられたりとか、離れたりくっついたりしながら過ごしていくと思うんですが、そんな日の中でも今日自分でたくさんの選択の中から選んでこの場所に来てよかったなって思える日を毎年、ミモザマルシェを通して作っていければいいなと思っているので、ぜひ皆さん来年とかもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。泣くかなと思ったんですけど、案外泣かないものですね。よかったです。はい、では、今日は大成功だったと私は思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは、ミモザマルシェ2023年第1回これにて、終演となります。終幕となります。ありがとうございました。国際女性デーが3月の8にあるんですよ。それを事前にみんなに知ってもらいたくって、そうです、そうです。でも攻撃的なものにしたくなくて、感謝をし合うきっかけ、自分が良かったなと思うきっかけにしたくて、柔らかいイベントです。強いメッセージを訴えたくなくって、今日参加してくれた参加者さんだとか来てくれた方が自分の生き方を知って、今日ここでこう笑い合えて良かったなっていう、一度立ち止まって自分を振り返って感謝できるきっかけにしたかったです。なるほど。今日はそういう意味で、大きなイベントを企画したわけですけど、大変だったことは何かあるでしょうか。なんかその私をここまで大きなイベントを主催したのは初めてで、普段ヨガのインストラクターと絵描きをしてるんですけど、自分だけじゃないので、こう短期間で宣伝とかから全部を一人で、個人の主催なのでやったので、1日だいたい 3,4 時間しか寝れなかったのが一番辛かったです。どれくらい前から準備したんですか。1ヶ月前です。3月5日からですね。あ、2月5日からです。第1回ということで、十分今日は完成されましたでしょうかね。私は大成功だと言います。すいません、お名前。丸山あゆみです。丸山さん、はい、国際結婚されたお父さんとお母さんに、そうです。丸山さんとしてはそういったことに対して何かこう、何かこう思うところがあるんでしょうか。正直絶対大変だと思うんです、国際結婚は。けど、その大変さって多分同じ国同士でも変わらなくて、ただ人と人なので、そこでこう寄り添えるかとか、ただ会わなくて離れたとしても、それって絶対不幸とかではなくて、どんな選択をしても自分で落ち込む日があっても、幸せになりたいじゃなくて幸せであり続けたいって思えるかどうかの方が大事かなって思ってます。なるほど。今後はどんな風にしておこうと思ってるんでしょうか。毎年、今度はまた2月とかになると思うんですけど、3月8日の国際女性デーをもっと前に、知ってもらって、年に1回ってことですか。そうです、年1でやろうと思ってて、会場はこのアールデポさんで、やりたくって、元 NTT ビルじゃないですか。で、それが残ってリノベーションされてるこの空間で、こう電波とか今なら何でもこうすぐつながり合えるけど、そのもっとそういう場所で今度は対面でお互いの生き方に感動したい、
あのそういうイベントにしたくって毎年ここでやろうと思ってます。今後の夢は何ですか？なんだろう、辛く行きたくないので、はい、肩の力を抜いてこうぼんやり一休みしながら日常の小さな幸せを落とさないような暮らしをおばあちゃんになるまで続けていきたいです。なるほど、うん、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。女性は山がこれ女性なんですけど、山ってたまにこう崩れたりとか、あとは災害があったりとかすると思うんですけど、やっぱり力強いなと思っていて、そういう変わらない山っていうのを女性で表現しました。ここにこう魚、大きな魚を描いたのが、なんか本当はクジラを描こうと思ったんですけど、ちょっと上手に描けなかったのもあるんですけど、私がまた絵をしっかり販売してこうやっていこうって思った時ぐらいのタイミングで、大きなクジラが、クジラの絵を描く夢を見たんですね。で、その大きなクジラの絵を描く夢を見た日に本屋さんに行ったら、クジラが題材になってる絵本があって、その絵本が、町の中の大きな水槽で育ったクジラ、そこしか知らないクジラっていうのが、たまたま出会った小さな女の子から海のことを聞いて、思いっきりこの水槽の絵をジャンプして遠くの海を知り、そこから最後大きな広大な海に飛び立つっていう絵本でした。もしかしてお母さんですか？お母さんとお父さんです。こうした。